はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、ビッグモーターの大炎上に関するお話なんですけど、え元光ね、一つ前の動画で、ビッグモーターの息子の副社長が実は損保ジャパンに在籍してたぞーとかって、まあ、やばい話が発掘されたという話をしたんですけど、今回はですね、その副社長、その人にスポットが当たった記事を見ていこうと思うんですけど、ビッグモーターが変わったのは社長の息子、 高一氏が実質的に経営を担うようになってから大柄な物言いに社内で悪評もっていうことでもともと調査報告書とかでも言われてたんですけど社長の息子の副社長高一氏によって。 でまあ今回の不正問題だとかきっかけが起こったんじゃねーのかーっていうのがね言われてたりだとかものすごい社員から嫌われてたみたいなんですよねまあ、実際にま記事の中でもその社員の人たちがいやーつやべえぜーみたいなことをね言ってくれてるわけなんですけどまあそりゃ嫌われちゃうよねだって35歳で工場長とかを無理やり降格させたとかいうようなそんな話がね調査報告書から出てるわけだからそりゃ嫌われるよこんな人まあ、この記事の中 中でもその社員の人たちのことをね、終始バカにしたような口ぶりだったとか、えー、息子の様子とかをいろいろな人が暴露してるわけなんですけど、まあ、この人をバカにするような、えー、ところって、まあ、金重社長、お父さんもそんな感じだったんですよね。LINE が流出しちゃったりしてるんですけど、また社員からこういうね、えー、LINE で送られてきてるメッセージが流出するということで、今までの社員にめちゃめちゃ裏切られてるわけなんですけど、まあ、ある種ね、えー、息子も えー、人ををををににするととというここ学んで同じことをやってきた結果会社を完全に潰しててししまうっていうようっいよななねねそんなお話です、ね、しかも、親バカぶりもやばくて、会見とかでも、終始で、ね、擁護してるわけだからね、この息子のことを。しかも、会見には呼ばず守るみたいな。むちゃくちゃなんですよね。まあ、息子に任せた瞬間に会社が潰れかけてしまうっていうようなね、そんなお話ですね。ということを見ていきましょう。もっとみつのチャンネルでは、ジジニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。 しますこちらの記事なんですけどビッグモーターが変わったのは社長の息子高一氏が実質的に経営を担うようになってから大柄な物言いに社内で悪評もということでいろいろ、ね、これ取材で元社員の人もね答えてくれてるんですけど一度流出したらもう止まらない中古車販売大手ビッグモーターが行き過ぎた利益追求のため多岐にわたる不正に手を染めていたことが続々と発覚している。不正を助長したと言われている金重親 この素顔とはということでビッグモーターは金重博之社長、えー、今回の社長だ、ね、の生まれ故郷である山口県岩国市で1976年に金重オートセンターとして創業した、えー、小さな事務所でスタートし資金繰りに奔走していた時期もあったようです金重さんは地元の工業高校出身大学は出ず自衛隊に入っていた時期もあるようです成果は 自宅近くの川でアサリを取って生計を立てていましたということで、まあ、すごいよね。あのー、まあ、今回の、まあ、炎上だとか不正問題とか。えー とりあえず置いといて、まあ、ここまで作り上げたこと自体は、この金重社長ってやっぱすごいなとは思いますね。で事業起軌道に乗せ、息子で同社の副社長を務める、高,高一氏が生まれた1988年には、地元で自宅を新築した、決して豪華といえるものではなく、町内にも馴染んでいたという、そしてその時の金重社長もまた、どこにでもいるような中小企業のオーナーだったという、しかしそうした印象は、会社が急成長を遂げるにつれて変わった。 って,いくって成り上がっていくにつれてね社名を現在のビッグモーターへと変更し故郷を離れると六本木ヒルズに本社を置き都内の超高級住宅街に豪邸を建てる直前まで都内の超高級タワーマンションに今日構えるようになるとまあ別にそれはね儲けてること自体がね悪いわけじゃないからねまあただ悪いことして儲けてんだったらそれはダメだよってなりますけどねでそして会社に決定的な変化があったのは息子の宏一氏が実質的に経営を担うような になっっっっててからのことだったというとこことととだだたたいうが起点高市氏は早稲田大学出身でアメリカで MBA を取得してもいますとこれやばいよね MBA ってめっちゃ難しいし早稲田大学出身でで確か公認会計士の資格も持っていたぞいやすごいな 経歴時代はめちゃめちゃすごいんですけど、ビッグモーターは学歴不問のため、高一氏にしてみれば、全社員が格下に見えたのかもしれません。そりゃこれ、なかなかこの資格を持ってる人はいないよね。で、社員に対する態度は目に余るものだったそうですと、自動車業界の関係者が言ってるみたいで、終始バカにしたような口ぶりだったって。店長経験もある元社員の S さんは、高一氏の印象をこう語る。ゴルフばかりしていてい 子もゴルフをしている自分の写真でしたたねね親子揃っってゴゴルルフフ大好きだった、ね、でゴルフでも仕事でも年上に対しての物言いは大柄で終始バカにしたような口ぶりでしたということでめちゃめちゃバカにしまくってたらしいんですよね、まあ、社員の人たちを。でいうこともコロコロ変わりとても好印象と言えるような人ではなかったというような感じなんですよ。なんか漫画とかにも出てきそうな典型的な2代目な感じするんですけどこうした 創業宗家の態度と行き過ぎた利益至上主義が一代で急成長したビッグモーターの崩壊を招いたのだろうかということで、この副社長、えー、息子の副社長がきっかけなんであれば、ね、一代でめちゃめちゃ頑張ってさ、超高級タワーマンションに住むようにもなったのに、息子のせいで全部がぶっ壊されちゃうわけですよね。でソードが加熱しして以来口ををつぐんででできた同社は7月25 26日日に都内で記者会見を実施し26日付で加熱 議社長並びに光一副社長の辞任を発表した社長は保険金の不正請求については板金塗装部門が単独で行ったもので他の経営陣は天地新明に誓って知らなかったと述べ、まあ、もう完全に責任転嫁だよねで光一氏の仕事ぶりについては一生懸命やってなんとか会社の業績を上げようと動いているのはよく分かっていましたと擁護の姿勢を見せたってこの会見にも呼んでない副社長である息子 をめちゃめちちゃゃ擁護しまくってたんですよねいやあの子はねめっちゃ頑張ってやってたんですよでもうまくいかなかった失敗しちゃったんですみたいなはあみたいな感じですよねで今回の騒動に対し自分自身をはっきりと加害者だと語った金重社長が何らかの罪に問われる可能性は十分考えられる新築した大豪邸とセレブ生活を手放すことになるのだろうかっていや絶対そうでしょ 手放すすのは間違いないいなと思いますけどねでねまあこの高一氏が、あのー、きっかけかどうかっていうのもポイントになってくると思いますけど、えー、少なくとも第三者のね調査報告書の中にはこう書かれてるらしくてね2020年8月の PT 設置の前後校から当社において次期代表取締役社長への就任が確実視されている B 副社長らの判断で頻繁に工場長をはじめとする BP 工場従業員の降格処分が行われている 行われていたとまあ、更に降格処分の理由さえも明確に伝えられない。まま、一方的に降格処分が通告されていたと、この情報は前から出てますけど、この副社長がまいろこういうことをやっててプレッシャーかけてたわけなんですよね。まあ、この息子、副社長がきっかけになったって言われても全然おかしくなくて、2代目のボンボンは会社を潰すとよく言われますが、その通りでした。あっていう風に言われてたで、ね、まさにこんな感じなんですけど、まあこの息子を育てた。お父さん。 金重社長もですね、えー、新たな情報が流出しちゃうんですよねこれ社員に対しての LINE の中身なんですけど営業の適性がない人はお客様にご迷惑をおかけするので絶対に放置してはいけないっていうことを LINE でね金重社長がみんなに送ってるんですよお客様が意思決定される大事な要素は2つだって 1. 接客したその営業が好きか嫌いかに営業が言ってることが自分にとって損か得かということでこの この2点をお客さん見てくるぞってで1は採用の時に判断されてると思うので大丈夫だと思うけど2はバカが言うことに対して お客様は絶対に納得されないのでこれは結果で即判断してくださいということでまあ、社員の人間に対してバカだとかいう言葉を使ってたんですよねバカは年をとっても賢くならないぞーっていうことを言ってたりバカはお客様の気持ちがわからない人のことだっていうことをね言ってるわけなんですよね普段から従業員のことをバカにしたりもしてたんですよねまあつまりこのバカっていうのをまあ息子もね、えー、従業員のこと バカにするとかいうのを真似ちゃったというかまあ背中を見て育ったんだなって感じがするんですけど他にもこういうのも流出しちゃってるらしいんですよねこれは幹部からのラインだっていうことで、えー、本社幹部とのグループラインっていうことで、えー、店長とかのグループラインの中で幹部が言ってるらしいんですよねふざけた報告すんなボケクソがーとか返答もできないなら店長降りろボケがーとか隠蔽ごまかすなら営業してるボケがーとかめちゃめちゃ口悪いらい しいんですよこの幹部の人たちとか,とか他の別の幹部は招待中で入らないボケは招待するなってグループ LINE に対してだと思うんですけど今すぐ入るか消せ当該店長は役職者は解任してくださいって、まあ、こういうこと言ったりしてはいお前降格みたいなことをやってたみたいなんですよね、まあ、ここ幹部って書いてはいますけど、まあ、この中に副社長のメッセージとかあっても全然おかしくないよね、まあ、こうしたところについて意見とかもねビッグモーターの社長バカは賢く ならないって特大ブーメラン刺さっててくさーってお前のことだーみたいなね、えー、そんなブーメランだろうっていうような意見がめっちゃ多かったですよねとか他にはバカは年を取っても賢くならないそれ自分自身のことやー。<laughs> さあもうう会社潰れるるよよなとこまでで持ってっちゃっててちゃんですよせっかく築き上げたのにねとか他には前社長の発言ブーメランすぎて草も生えん一番賢くないのは自分と息子だってことも気づけなかったわけだしあと金重宏一は隠れてないであんたが主犯だからさっさと謝罪しろーっていう言葉で言われてるんですよね全然表に立たないよね35歳で、まあ、今回の元凶だとかって言われてるのに全然表に出てこないまあここら辺 守っっててるる感じじも未だに親バカをね、えー、出しちゃってるんじゃんなないのかなと思います、まあ、ということで、今回は、金重社長、自分で作り上げたビッグモーターを、息子に任せて完全崩壊させてしまうっていうような、そんなお話でした。まあ、教育をミスっちゃったよっていうことですよね。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。